人間の生活のために犠牲となった虫の霊を供養する全国でも珍しい法要が、今日橿原市にある久米寺で営まれました。この法要は農業や家庭などで駆除されて犠牲となった虫の霊を供養するため、例年は6月に行われていましたが、今年は新型コロナウイルスの影響で延期となり、今日行われました。久米寺には農薬や殺虫剤を扱う業者の団体が昭和58年に建てた虫塚があり、虫の霊を慰めることで生命と自然の大切さを再認識するきっかけにしようという思いが込められています。法要には全国の医薬品メーカーや製薬会社の関係者が訪れ、雨の中、塚に向かって焼香し祈りを捧げていました。